副菜として自分の言いたいことに付け足して魅力的に、うん、確かに学業のことだけで、うん、高橋さんの長所を全部伝えるっていうのはちょっと難しいと思う。じゃあ今ある自己 PR にちょっと付け加える、付け足して。どうも、新大リーメンバー、独協大学英語学科3年の高橋涼香です。本日は学業での自己 PR の作り方を辻さんに聞いていこうというふうな企画になっております。まずはじめに自己紹介の方をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、辻と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もともとリクルートで人事を担当してていて、15年ぐらい、ずっと採用とかをしていました。去年ぐらいからは実は学生の方に、うん、コロナ禍で課外活動がなくなって、ね、はい、困ってる学生がたくさんいるので、うん、でその人にどういうふうに言ったら、うん、学業でのやったこととかも、うん、うまく自己 PR に使えるかという、うん、そういうふうな指導をしています、うん、私の周りにもコロナで学知がなくなっちゃったとか、うん、何にもそもそも頑張ってきてないから話すようなエピソードもないっていう子いたので、うん、今回辻さんが学業で自己 PR 作り方を教えてくれるよってことだったので、もうお助けいただきたいと思って、はい、来ました。高橋さんも学業の時間ってさ、大学生活の中で一番多いでしょ。そうですね、一番多いですね。一番長く時間を使っているところにその人の良さなんて絶対出てくるはずなんで、うん、はい、うん、今日したらいいなと思ってるのは、学業のことだけで、うん、高橋さんの長所を全部伝えるっていうのはちょっと難しいと思う。で、実は学業っていうのはこの副菜になるところ。だから同じ自己 PR をする中で、うん、でも自己 PR に少し学業のことを付け足して、うん、違う良さを見せるようにして、うん、定色的な良さにすると、うん、その人の良さがすごく際立つよっていうのが今日のやり方なんです。成績を持って言うまでしょ、はい、これが本当かどうかって面接官って言ったら、いや本当やろと思うよね。例えばね、面接の場面でもエピソードがなくても長所だけをスパッと言っても、うん、それ本当なのって言ったら、うん、はい本当です、だって成績を見たらこれ授業全部こうですとかっていう風に、例えばウェブの面接なんかでも見せることによって本当かどうかをすぐ信用してもらえる。例えばすごい努力をこういうことでしたんですって、その結果はこれなんですって言ったら、あ、確かに信用してもらえるから。だからね、面接の中で自己 PR の大半は普通の自己 PR 使って最後にちょっと付け出す、だから副菜なんです。でこれね、普通に言うとエピソードを長いのを話して、はい、まだ長いのを2つ話したら、うん、面接が嫌がる、どっちなんやってあるけども、うん、短い時間やったら両方聞いてくれるんです。だから今からやるのはそういうやり方をする。なるほど。じゃあ今ある自己 PR にちょっと付け加える、付け足して違う面の良さとか、うん、その良さの深みとかを増すことによって、うん、よりこれ転職方式っていうっていうやり方をしようと思って、はい。でじゃあまず最初に普通の自己 PR ちょっとやってみようか。はい、私の強みは、はい、自分が決めた目標に対して泥臭くやり抜いて結果を残すところだというふうに考えております。旬ダイアリーという就活 YouTube を運営している会社のインターンに約5ヶ月間参加しております。ここでは 7.2 万人から 9.1 万人、約2万人の伸びを達成することができました。で、やったこととしては YouTube の動画の質と量を上げるってことです。で、質っていうのは動画に出てくれる就活生がなんか自分からハキハキ喋れたりだとか、感情を表に出したりする方が視聴回数も多くなってるっていう風に感じたので、1動画に対して最低で5人の就活生に5時間ぐらいの時間を使ってヒアリングして1人出演する人を決めるという風に、出演する就活生の質を高めるということを貢献して、再生回数も毎回1万回を突破するようなことができました。で、2つ目の量なんですけれども、これまでは1週間で2から3ぐらいの投稿だったんですけれども、これを 4、5本というところに増やしました。で、これ増やすにあたって私は毎朝8時から夜10時ぐらいまで週5で働くというふうに、その働く時間を増やして動画の投稿本数を増やしているところに貢献して、その結果他チャンネルが5000人から1万人の増加というところを、旬ダイアリーチャンネルでは2万人増加させることができました。このことから私は自分が決めた目標に対して泥臭くやり抜いて結果を残すということが自分の強みだというふうに考えております、はい、以上です。いいじゃないですか。ありがとうございます。それでいいんです。で、旬ダイアリーっていうそういうことがあって、はい、そこで頑張ったっていう一時期の集中的なところ、うん、でもそれは目標に対して泥臭く動いて、うん、で結果残すってこと、うん、これ多分つながっててもすごいいいと思います、うん、それにもっと良くしたい、うん、学業をなんか追加付け加えて、うんうんうん、キラッとするものを別に見せるみたいな感じができれば、はい、まあいいじゃないですか、よりね。
で、これが今、履修 PR って、その無料の名前の登録とかも全く必要ない今、サイトを作ってるんで、それを作ったら簡単にできるんで、はい、これをイエスノーで答えてくれる？はい。はい。これで、このタイプだなっていうのの計算をする。これに回答するだけで自分の傾向とか性格とかが分かるんですか？へー。だいたい30問とかあるじゃないですか、うん、だからめんどくさくて途中でやめちゃうんですよね。そうだよね、はい、これで言ったら多分あなたはこういうことが言えるんじゃないかっていうタイプが3つ出てくるんですよ。これで言うとね、高橋さんは、はい、A タイプっていうのを思い当たらないですかと。どんな環境でも目標を見つけて頑張れる人なんですっていうのを言えるかもしれません、はいはい。または自分が作った目標なくてもなんか目標決めれれば、うん、なんかしゃにむに頑張ってしまうんです、はい、みたいなことだってなんかないですかとか、はい、3つのやつでなんか思い当たるのある？あ、それありました。どんな環境でも目標見つけて頑張れる。これは本当に具体的にどんなことやった？当てはまってるなって思ってゼミに入りたくて、うん、もう本当にここにあるのと全く同じなんですけど、うん、この先生の授業は毎回 A 以上は取るようにしてましたね。英語は好きやったわけやんか。その先生にゼミに入りたかった。何で入りたかったの？この先生の授業が一番面白くて、うん、この先生からいろいろ学びたいなって思って、うん、絶対この先生のゼミに入りたいと思いました。なるほど、うん、それは多分目標を立ててっていうのもあるんだけども、うん、多分好き嫌い関係なく目標を立てるのが好きだと思うんです。好きですね。なんか何かしら、だから別に本当って言ったら、いやこの授業そうなんですって言ったら、うんうんうん、授業でもゼミっていう目標を決めたらこうなんですっていうことも言えるかもしれないし。さあ、うん、何を言おうか。今思ったのは、うん、負けず嫌いと、うん、あとは自分で目標を決めて、どんな時でも目標を決めるっていうか、はい、こんな風に言い方したらどうですか？例えばね、うん、その努力作が結果を残すとかできるんです、うん、でそれは多分好き嫌い関係なく目標を決められたら何とか達成したくって、それに対する負けず嫌いだからどうです、うんうん。でそれは実は学業に入れて、学業は別に勉強好きじゃないですけどもある授業とかでは、うん、次で成績決まるとかって言ったら絶対これはこうだとかやるし、うん、とかっていう、それはちょっと自分で考えてごらん。はい、考えます。はい、できました。大丈夫、付け足しだからあんまり ここで長くなると、うん、多分向こうも目の中にあるから、うん、いい、できるかな、はい、じゃあもう一回自己 PR からやろうか。はい、いいじゃないですかね。はい、自分でも思うでしょ、はい、学生時代一番頑張ったことなんですかっていうことも副菜として自分の言いたいことに付け足して魅力的に、うん、確かに。旬ダイアリーと就活会議の公式 LINE では内定者が教える今月の動き方や面接で絶対聞かれる質問集をお届けしています。概要欄もぜひチェックしてみてください。